フレドリック・グルブランセンは、ノルウェー・アーケシュフス県リールストレム出身のサッカー選手。スユペルリュグ・イスタンブール・バシャクシセヒル FK 所属。ポジションは FW。2009年に、リーールストレム SK のトップチームに昇格。2011年シーズンに22試合4ゴールを決めるなど力をつけ、2013年シーズン途中に、モルデ FK に移籍。加入後は、 国内リーグエリテセリエン2014年シーズン優勝。さらにカップ戦ノルウェーカップも2連覇を達成するなど、数々のタイトルを獲得した。2016年6月18日、レッドブルザルツブルクとの契約を発表。2016から17シーズンは9試合にゴールを記録したところで、3月10日の系列の ニューヨークレッドブルズへの2017年シーズン終了までのローン一席が決定。しかし、12試合ノーゴールと苦しみ、6月6日に解雇という形でローン契約終了。ザルツブルク復帰となった。ザルツブルク復帰後は、ブンデスリーガ優勝、オーストリアカップ優勝などを経験。2019年6月25日、イスタンブールバシャクシセヒル FK と3年契約を、 締結。加入1年目で、チーム史上初のスユペルリグ優勝を経験した。2014年に、ノルウェー代表に初招集。2016年3月30日のフィンランド戦で、代表戦初出場。しかし、同年に代表戦3試合に出場して、以降は、代表を未招集となっている。ありがとうございます。